ございます。今伊丹空港にいます。朝の7時ぐらい。まだお店が開いてない。店とか閉まってたけど、伊丹空港めちゃめちゃ人多い。今10月下旬なんですけど、なんか宣言が解除されてからみんな旅行しだしたのか、めっちゃ人多くて、保安検査場もめっちゃ混んでました。この1、2年で多分一番混んでたと思う。伊丹なんか久しぶり、コロナ前よりいるんちゃうかなってぐらいびっくりしました。今日土曜日やしね、お天気もいいから。搭乗口7番に向かってます。今日は久しぶりに伊丹から愛媛県に行きます。ワクワク。一人旅自体めっちゃ久しぶりや。行ってきます。愛媛に到着しました。松山空港です。今からバスのチケット買いたいと思います。今道後温泉駅に来ました。とりあえず今日は試合見に行くんですけど、ちょっと松山市の駅から離れてて、で空港からとりあえず松山市内の方まで行こうと思ってきて、でもまだスタジアムに行くまでに時間があるから、とりあえずなんか空港から出てるバスで行けるどっか行こうと思って
なんか行けそうなとこで一番遠い道後温泉に来ました。なんか時代が、実は仕事でね来たことがあって、この愛媛県とか四国の観光の広告のお仕事で観光名所をめっちゃ回るっていうのをやったんですよ。で写真撮ってなんか広告物に使うみたいな。だからこうメインの坊ちゃん列車とか道後温泉はがっつり来てて、なんか細部まで取材させてもらったことがあるんですけど、もうかなり昔なので久しぶりです。商店街歩いてます。めっちゃ懐かしい。なんかいろんなお店取材させてもらったんやけど、なんか行った店とか思い出せそうな感じや。とりあえず愛媛来たらお魚食べたいと思ってて、今鯛めし食べれるとこ探してます。なんかこの商店街の中にあるっぽい。楽しみ。間に合うかな。開店すぐ来たんですけど、1階は満席で、なんか2階に案内してくださって誰もいないです、ブラッドオレンジジュース、愛媛県産のオレンジのジュース頼んだので飲んでみたいと思います。今目覚めた。美味しすぎる。もう京都から愛媛来るまで何時間か経ったけど、今やっと起きた感じがする。おはよう。そして鯛めしが来ました。懐かしい。昔来た時この道後温泉の横の坂登ったとこのホテルとか泊まった気がする。工事中です。道後温泉は改装中なのかな。なんか周りに鉄筋みたいなのと足場みたいなのが組まれてて、ちゃんと姿が見れた方がそりゃいいけど、私はなんか鉄の棒がたくさん高く太く組み立てられてる姿にちょっと興奮しました。かっこいい。もうあんまり時間がないというか、スタジアム結構遠いんですよね。しかもアクセスがあまり良くない。近場でちょっと観光できそうなところを探していきたいと思います。
ほんで、もうスタジアム行こうかな。なんか、スタジアムの、その試合の日の臨時バス、なくなったみたいな、廃止みたいな文字、ホームページにあって、怖ーと思ってさ、そんなん、帰りどうなんのと思って。帰りも観光する時間ないかもしれんから、今のうちになんか見ときます。あ、時計が動いてる。ちょっとこれ見よう。なんか近くにお寺が一個あって、そこ行ってみようかなと思います。来た道帰ってます。逆やった。よっしゃ、おいしゃ。なんか今年の10月特にさ、寒暖差激しくて服装迷いませんでしたか？中半袖やねんけど、上にコート着てます。歩くと暑い。脱いだら寒いねんけど。この鉄筋、これ鉄筋っていう？これ道後温泉を覆いかぶさってる。道後温泉も渋くてかっこいいけど、この鉄の塊かっこいいよね。あ、なんかウロッカー来た。こじんまりとしたちょっとかわいらしいお寺があったので、そこでお願いしてきました。一瞬でしたが、何せもう滞在時間が限られている。一番の目的の試合に間に合うようにインスタに向かいたいと思います。まだどうやって行くか決めてない。松山市からバスあんねんけどさ、本数少ないし、あと本数少ないのにスタジアムに行く人みんな乗ったら、まあ、車で行く人が多いみたいなんだけど、地元の人は乗れんのかな。それかタクシーで行きたいと思います。本当はね、道後温泉の真横にあるビール屋さん行きたかって、地ビール、道後ビールとかみかんビールが飲める場所。最初愛媛に仕事できた時がちょうど20歳ぐらいで、そこで人生で初めて黒ビール飲んだんです。そんな黒ビールの思い出のとこだったから行きたかったけど割愛します。昨日興奮してたのか何なのか、3時間も寝れてないんですよ。2時間半ちょっとぐらいだから、今お酒飲んだら絶対スタジアムで寝るから、ほんで風邪ひくから我慢、試合終わったらちょっといただこうかな。あー、マークスここ行った。アジクラ、アジクラかな。懐かしい。タクシーがいるぞ。ノロノロ。協会は手頃な
みんなで支え合い、助け合う番組。ガラポン出資していただいた方いらっしゃいませんか？いらっしゃいましたらガラポンブースまでお急ぎください。まだガラポンしていない方、この後45分ごろをめどに、終了させていただきます。美味しすぎる。これお土産に買って帰りたい。めっちゃ美味しい。外で飲むから最高。ビジター席までずっと歩いてます。ちょっと寄り道。まだまだ歩いてくださいって。全然いないんだけど、ビジターの人。もう中に入ってるのかな。久しぶりのアウェーやからさ、やっぱアウェーやな。せっかく愛媛さんとの試合を見に来させてもらったから、愛媛も満喫しなきゃ。そして今からはサンガを応援しなきゃなんだけど、見て、誰もいない。これ最後に見た入り口にはね、愛媛のファンの方たちが並んでたけど、ほんまにアウェーでしょ私今。どこ？ここ。なんか最初ビール飲んでたところの芝の反対方向に進んだら、あの雨のとこかなと思ったんやけど、全然人進んでなかったから。あ、着いた。今試合終わりました。勝ちました。やった。勝ち点3。この大街道ってところにタクシーで連れてきてもらいました。今大街道ってところの商店街にいます。
なんかもう激混みするみたいなこと書いてあったりとか、もうシャトルバス廃止みたいなこと書いてあったから、もう一足早くタクシーで渋滞を抜けてきました。そしたらね、結構思ってたより早く着いて、なんかもうあかんかったらそのままタクシーの運転手さんに空港まで行ってもらおうと思っててんけど、行けました。街に帰ってこれた。ほんで1時間あるのでサンガ買ったから、ちょっと一杯飲みに行きたいと思います。もともとサンガが買ったら街か空港かどっかで一人乾杯したいなと思ってたんですけど、ちょっとだけって言って、また多分一瞬で時間過ぎてすぐ空港行かなあかんと思うねんけど、どっかまだ4時台なんやけど、4時50分もう6、5時か、空いてそうな場所があったら行ってみたいと思います。さよなら愛媛。松山空港に着きました。帰りのタクシー早かった。大街道から松山空港は結構スッと来れて、しかもタクシーの運転手さんね、居眠りしながらめっちゃ飛ばしてただからね、この録画機でセルフドライブレコードしてましただからめっちゃ早く着いた。なのでちょっと家族にみかん買いたいと思います。みかん送ろう。めっちゃ怖いんですけど、何ここプリクラだけやってる？誰がここにプリクラ撮りに来んの？真っ暗やん。国際線でも11時10分に台北行きがある。明日これいつ？結構って書いて、あったけど結構。台湾行けるんや姫。怖い。この空間なんで来れるようになってんやろ。もうこのプリクラをしに来る以外にここに来る理由ってみんなないよね。しかもなんか撮ってる人いたら逆に怖い。みきゃんガーデンありませんでした。多分これかな。閉まってます。怖すぎる。帰ろう。みんなこの矢印に惑わされちゃダメだよ。今はなかった。またいつか。
でもこれ気になるよな、みきゃん、みきゃんガーデン。結構いろんなとこにな、標識はあんねん。空港に来たら展望デッキは行かなきゃですね。開けます。地方ならではの小さい子たちがいるね。見てきました。なんか航空ファンの方とかよく展望デッキで見かけするけど、航空ファンの方というよりみんな本気の送迎に、なんか行ってらっしゃいっていうのか、眼差しで目をキラキラさせながらなんか手を振ってるような雰囲気がちょっと素敵だった。本屋さん閉まってます。ないな、時間潰すところが。ここにもね、タイ飯があるので、角屋さんかな。タイ飯食べ忘れたっていう人は、最後、空港で食べることができると思います。ちょっとやることないんで、もう、保安検査場を通過したいと思います。今日私絶対寒いと思って野外の観戦やから、ロングブーツ履いてきたんですよ。ね、このロングブーツ、全然疲れなくてよかったんですけど、あったかいし、保安検査場が大変。いちいち脱がなあかんから、ブーツは。ゆっくり行きたいと思います。無事に伊丹空港に帰ってきました。今からお家に帰りたいと思います。なんか滞在時間9時間ぐらい、めちゃ短いと思ったけど、なんだかんだ1日すごく長く感じたし、充実してたし、愛媛すごく楽しむことができました。またいつか泊まりがけでも行きたいなって思います。よし、帰ります。見てくれてありがとう。バイバーイ。